系りの決勝戦、号砲が鳴ってスタートです。さあ序盤の位置取りです。3番の小坂智子、さあスタート前に出ました。7番の国村みるり、こちらもスタート動いて2番手のスタートになっています。上がっている馬の西脇ミーナ、こちらも前段の位置からの競争を選択しようとしています。1枠になった1番の柳原も現在は4番手、2番の南窓川はどうでしょうか。柳原直で行こうというんでしょうか。上がって5番車の太田意味でしたが、ここは下がっていきます。6番の佐伯知恵、こちらがどうでしょうか。柳原南、この3番手につけた感じ。5番の太田は現在最高峰という状況です。レーサーこれから2周回目、各レーサーの初手の位置取りが決まった形になっています。まず3番の小坂智子が正攻法、一番前からの競争です。今季は実に6度の決勝2着という実績です。今回も優勝争いに食い込めるかどうか、3番の小坂智子です。4番の西脇ミーナ、2番手のスタートです。相次ぐ落車もあって出世を阻まれていますが、復帰後は決勝戦で3度も確定を上げて力のあるところを見せています。4番西脇、そして7番の国村みろり、大外枠でしたがこの後ろに入ってきました。初手は3番手です。1番の柳原真央は中段の4番手のスタートとなっています。そして2番の南まどか、注目の南は1番の柳原直を選択したんでしょうか。現在は後ろ続いています。そして6番の佐伯知恵、連日いいところ回っていますが今日はこの位置になっています。そして最高峰5番車の太田恵美、今回は自力での動きはありませんが今日はどうでしょうか。高い能力を発揮できるかどうか。さあジャムの2コーナーからバックに入っていきます。先頭3番の小坂智子、小坂が誘導との距離を取ってまもなくジャンの3コーナーに入っていきます。先頭3番の小坂、さあ小坂前受け、前々勝負になっています。1番の柳原は4番手で動かず、さあ後方から5番手の太田がさあ仕掛けるか。ジャンの3コーナーから4コーナー、先頭3番の小坂智子、さあ小坂前々勝負、これを5番の太田がさあ最終日決勝戦は先行です。一気にかましました。沢の小坂を追っていく、1番の柳原も追いかけて2番手から3番手上がっています。1コーナーから2コーナー、先頭はかました5番の太田恵美、さあ乗って3番の小坂番手まくりです。1番の柳原は外外を回っている、さあバックから3コーナー、先頭は3番の小坂、このねじ伏せて1番の柳原が全段取れ切りました。さあ続いて2番車の南窓か、さあ逆転があるか。4コーナーから直線です。先頭は1番の柳原、後ろから2番車は南、さあ南突っ込んでくる、突っ込んで差し切ってゴール、2番車は南窓かです。8レースガールズケリーの決勝戦、勝ったのは2番の南窓か。1番の柳原がまくり切ったんですが終始マークを選択しました。2番の南ゴール前鋭く1番の柳原を捉えています。鋭く差し切って優勝のゴール、3度目の優勝ということになりました。2着に1番の柳原真央、3着は4番の西脇ミーナが続いています。決定まではしばらくお待ちください。8レースガールズ競輪の決勝戦でした。